ゆうだ、ヒューガ、香りがついやつ、人参の甘い煮物食べれないヤマト、カワラタです。今日何？今日は最終回。もう終わるんですか？はい、ついにです。もう早速タイトルコールいきたいと思います。ということで本日の企画、超過酷エスカレートショッピング。うわー、僕たちコムドットはですね、まあ約1ヶ月半にわたってエスカレート買い物という企画を取ってきたんです。前の人の買い物より高い買い物をしなきゃいけないという企画なんですけれども、まあ、本日、まあ、僕の番が回ってきましたと。で、前回のヒューガ君が65万円のブレスレット、今見ても結構ヤバいやつ、本当に気に入ってる、会う人会う人にマジヤバい、持たせてよ、つけさせてよって言われる。まあ今回ヤマト君がこれを超えると。で、結構ヤバい。僕が欲しいのが、まあ、時計なんですけど、これぐらいだったんだよね、値段が。あー、60万とかだったんだ。だからちょっと、まあ、言ってみないと分かんない。だから60の時あんま言わなかったけど、結構まずいなと思って。まあでもわざと苦しむとかしないよ。予算なんですけれども100万円。ドニーエル・ウィンストン。まあ欲しいもの買いますよ。まあ100万円以内でね。欲しいもの買う企画だから、あくまでこれなんですけども、2周目やるかやらないか。俺はいいよ。ネプリーグ。いや、やばい。やるかやんないか。第2弾とかだったらいいよ。第2弾超過酷、超過酷とかだったらいいんだけど、ネプリーグ方式やと結構痛い目見るぞ、お前とか。最初に俺手元でしょ。俺の位置まで来ると振り切れんのよ。車買ったりさ。俺のとこで車買おうとしてるけど、やばい、いいしかないよ。こいつ、わけわかんない。こいつ。いや、そういうことになったらもうみんな、危ねえ時計作るしかないから。超えるに。そうだよね、危ねえ時計。危ねえ時計は絶対超えるもん。だから2周目は鳥にボンを置いて。バカかよ。何買えば家？まあ危ねえ家買えよ。あれじゃない、何年も彼女いないんだから、彼女でも買ったらブチ切れるよ。女買うもんじゃねえ。いや、1000万で年間契約。銀行振り込みとかじゃないから、税金かかんない収入だから結構人気ある。そうだって、女の子ももう丸々2000万でしょ。結構きついな。いや、結構きつい。ボンの彼女を。でやんか、それは君たちお金持ってるから。いや違う、そんなことないよ。ボンの彼女ってことは、別にボンと友達として一緒にいるとかじゃなくて、まあ、セックスしたりチューしたり、オフ一緒にお風呂入ったりするってことでしょ。セックスはまだいい、暗いから。台所でのイチャイチャとかが一番きつい。考えてみ、ボンがこう後ろから何作ってんの。おめっちゃキモいな。やってねえし。まあじゃあボンが取りということで、なしにして言うたお願い。お前の権力。俺権力あるからな。そうだよ。いや、取りやな、お前。お、違う、バカなんだよ。だからお前も苦しむからやめとけ。取りやっちゃう。やっちゃう。オッケー。どうする、リアルにやる。いやー、ちょっと考えよ、ちゃんと一回メンバーでその財政状況とかをリアルに話し合って決めようか。俺ない結構。結構ね。俺結構ないし、来月ゼロ迎えそう。あれ何するんだった。ちょっと買いたいものが多い。あれじゃね、やっと実家出るんじゃね。おおおお。いや、実家全然出ない。向こう9年は住む。あら、出ろや。うん、実家出れない。まあけど出ろっていうのもおかしい。母ちゃんもそろそろ。いや、母ちゃんもやっぱ帰ってくると嬉しい顔するぞ。みんなの母ちゃん帰ってきたら嬉しい顔するやん。結構頻繁に見てるから俺。俺も今日母ちゃんに会ってる、久々に駐車場で写真撮ったわ。ほら、そういうことになってんじゃん。そういう人になっちゃってんじゃん。親から見て写真撮らなきゃいけない人。俺なんて今日来る前ハヤシライス横に並んで食べてきたからね。実家住みですよ。ええって、オープニングのトーク会議や。やっぱそういう人が多いと思うやん。結構やっぱオープニングトーク好きっていう人がね、多くて、昨日のドライブ価格だいぶ面白かったけど、俺もあの3回ぐらい見た。もうドライブ価格だけ面白すぎて。本当に面白い。最近さ、お前らめっちゃおもろい。いや、あんたもおもろい。いや、あんたおもろい。え、みんなおもろく見えない。いや、なんか楽しそう。動画とか編集とかして、笑い止まんないもん俺。マジで。売られてるよ。一回出てみる。はい、もしもし。なるほど、はい、はいはいはい。あの、折り返しでも大丈夫ですね。今ちょっとあの、仕事中で株やろうとしてるよ。視聴者のみんな株やろうとしてたよ。新規上場株捉えようとしてるよ。みんなマジでこいつ新規上場株の人と繋がってるよ。証券会社の人が新規上場株入ったんですけど。うわぁ。てか、お前この前言ってきたやな、二人の時に。ヒューター、株じゃね。俺の二人の時も言ってきた。ヒューター、株じゃね。お前、ね、リーダーがそういう感じの黒さ嫌なんだけど。株は黒くないから。いや、なんか黒そう、お前誘い方が。違う違う、ヒゲやっただけだし、株やった方がいいから。ほんとにみんなさ、まあ、ある程度お金持ってて今銀行に入れてるじゃん。それをまあちょっと運用しようっていう。もうあっちゃんからもう全額俺に任せる。3億5000万だっけ。う
そんなないわ。お前なんで少なぶるの。少なぶんなよ。じゃあこれ信じる人いるんだ。じゃあもし俺が3億あるっつんじゃん、皆さん何億。いや僕も言ってないよ。いやいやいや、なんで俺ら俺らプライベートでめっちゃ金使うやん。じゃあすごいやん、かけてそのぐらい使えると。じゃあこの指輪8億ね。ゆうたの指輪とかマジ高い。おりくら8億。なに。だからあっちゃん使ってないんだよ。10億ともなるとぴったりなんで。ちくしょー、取ろうとしないってこと今。で、逃げようとしたんじゃん。この指は8億もらったぜ。まーちゃんもリアル 1億ちょいとかないから。嘘つかれるのは問題なの。俺があのスーツ負けた時に、いやアムゲイ君はそんだけお金あるから全然大丈夫だねってコメントめっちゃ来てて、いやそんなことないからと思いながら、俺も20万きついよきついよと思いながら。実害が出たんだね。それはごめん、一切心配しなかった。あ、そうかそうか。あっちゃん、やっぱ20万きつないよ。きついよ、全然きついよ。お前きつないよ、全くきつない。お前全くきつないよ。全然きつないよ、お前20万。いやいや、100円玉みたいに使うから。20円ダメ、言わないで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 。ダメなんで俺も。いいとこやん、仲間になりきれん俺は。だからこうこうやってやっててヌポって抜けちゃう瞬間。入ってそうな音だわ。入った音やわ。お前あまりにもさ、ミスった時チンコ折れたと思わない。あ、分かる分かる。思うよね、けど全然勃起してるよね。え、でもバックの時やばくない。え、バックの時折れそうだよ。え、バックの時抜けた時さ、でペチンってなるやん。そんな勃起力すごいのお前ら。は、普通なるだろ。え、こうなってんのお前。え、うん、こうなってる。え、勃起した時こうなってるぞ、うん、え、勃起した時の角度はこうでしょ。そう、ゆきりぬさんもびっくり。え、ガチ。え、なんで、普通に、どういうこと。え、俺勃起した時の角度こうなんだけど。え、こうよ、俺の勃起。もうめっちゃ戦闘丸みたいな。俺も、と、横から見たらとが、動いてる。だ、俺は、と、逆にしたみたいな。と、火でしょ。座って、火でしょ、火。え、カタカタ。これ、俺、レだから。お前、お前足から入ってるやん。お前足から来てる。まだ、こういうことはな。あー、え、俺、前世紀へそについたことある。朝立ちいかつすぎるとき、おしっこできない。あ、それはわかる。バチ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 。こうさ、やめない。じゃあ、ほんとセミがぶつかってるんだよ、街灯。マジで。よく TikTok でさ、水でさ、あの、切るやつあるじゃん。あれよ。あー、吸うやつ。あの、吸うやつになるよね、朝。俺、ダブルウェイじゃん。え、お前、丸やん、尿道。そうそう、尿道丸なんだけど、真ん中くっついた場合、無限大になるやん。無限大になるよ、真ん中くっついて。無限大になるよね。無限大になるよ。こう出るよね。もうやめよう。ほんとオープニングこれされたらみんなやりづらいから、見てる人も。もう終盤かと思ったのに、ね、うん、イヤホンして、ね、こっから気をつけます。いや、これでもやっぱ親と見てますとか娘と見てますとか言ってくれる人がたくさんいて嬉しいですね。ポップに下ネタを届けるっていうのは僕たちのモットーでありますからね。生理現象ですから、まあ、ここら辺はやっぱポップに受け取っていただければなと思います。ルーブルさん、よろしくお願いします。それでは企画やっていきまーす。はい、ということでね、ヒューガくんが今まで幾多の運転を乗り越えてきてくれたということで、たまに後ろ高く行ってもいいんじゃないかと。お疲れ様。お疲れ様です。お前はさ、引っ張んなよここ。やばい、アムギリが終わる。いつもヒューガここにいたから。わあ、じゃあヤマト今日運転よろしくね。はい、じゃあ向かっていきますね。はい。俺が前にいないっていうのはなんか違和感があるな。ほんとそうだね。なんか俺前からトーク展開してる気がするから、誰かと話してる。すごいな、2列目にいるのか。こっち左行けるっけ。行ける。ちょっと待って、ヤマト運転してるとこいつ喋り出さなくてダメだわ。聞いた最初、ここ左行けるっけ。やばすぎでしょ。消えないんだけど。だやだ、もっとなんか話題展開するヤマトみたい。ウインカー消えないことになんか焦ってるヤマト君じゃなくて。やめろお前。やばいわ、口数がガチで少ないわ、運転手の。だからこの運転すると毎回思うんだけど、やっぱヒューガってね、本当にすごい。いや、特に思うのがやっぱあの問題出す企画。いや、今のアムギリポイントっしょ。俺ら言っちゃうじゃん。それできないね。これすごいヒューガが。しかもこれびっくりなのが、サビ早歌いとかってさ、早押しやん。で編集とかすると撮影中は、いや今絶対俺だったよなみたいな思っても、編集するとガチでそっちの方が早かったりすんの。あ、俺が言った方。そう、お、恥ずかしいと思って。俺めっちゃ聞いてるから。
かさ、みんな歌っちゃってるからさ、うん、分かってないんだ多分。ヤマトの顎ってカツオみたいな。磯野が磯野が、やめて、落ち着いてきたのにやめて。磯野いじり、一番さバカなキャラクターって何なんだろう。下脱じゃね。さすがに下脱バカだな。いやでもやっぱガイモンとかもランクインしてくれる。あ、まあそうね、当然のランクインだよ。だけどガイモンは一応理解してたからね。ネータの麦わらってできてるから。あとサタンとか。ああ、まあ結構アホや。まあルンパッパとかもなんかバカそうだね。全員バカだポケモン。パチリスとか終わってるんだよ。パッチリとか終わってるもんね。アホばっかりポケモンなんて。まあでもディアブロスも結構アホじゃね。バカ、モンスターハンター全部アホや。もうだって突進していくやん、なんか人いないとことか。ハマるもんね。YouTuber でバカそうな人。YouTuber か。まあこれはちょっと失礼になるかもしれない。だって俺らよりほとんどが年上な人だからさ。けどさ、ぶっ飛んでるって言われて喜んでる人ってバカよな。なんかぶっ飛んでるが正義みたいなのは。YouTuber でバカって言ったらやっぱヒューが結構上位に出てくると思うけどね。いや他の YouTuber から見たらヒューは結構バカって思われてる。俺バカって思われてんの？あ、バカだけどいいやつみたいな。それで言うとやっぱあのうちのハン。ああ、僕たちのね、仲良くさせていただいてるハン。まあ多分こうもあの感じで頭悪いだろうし。いや結構きついよ、こうくん頭悪いのは。あの感じでね。あとやっぱ龍馬とかも、そうだな。俺龍馬とこの間朝まで2人で編集したけど、めちゃくちゃいいやつだけど抜けてる雰囲気は出てるね。あ、そうですね。抜けてるっていうのがまあバカに繋がったりするんかな。だってルカはあの感じで絶対にバカでしょ、あれで。千葉市もバカだから2人揃ってバカでしょ。バカ多いわ。ほら身内しかいじれない。いやなんかね、いい意味でっていう意味をつけていいんだったら、トミーさんとかめっちゃバカやな。なんていうの、いい意味。なるほどね。大人になっても大人の事情を知らないままさ、若く YouTube やってるやんっていうのを思うと、いい意味でバカになるのかなっていうのを思ってる。そこら辺の人も噛みつく？いや噛みついてないよ今の、褒め言葉ね。じゃあ俺も行くわ、ガンガン。まあだから、やっぱ中町彩とかも結構あれ、ね、めっちゃいじりやすい。お前何そういう感じなの今。前いる時はそういう感じなの。全く度胸ないやん。だからまあその意味で言うとヒカキンさんとかバカやな。いや、いい意味だよ。結構ガチでいい意味で。さっきから俺いい意味で、トミーさんもいじってるとかマジ違う。いや、よく出せるなと思って、そのでかい名前をボコ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 。いや違う、出せるなって。だって本当にそうやん。ヒカキンさんとかあの年で今もうトップにいるわけやん。で、あのスケジュールをさガンガンこなしていってるわけでしょ。あれ完全に YouTube バカだね。もう野球バカみたいな。ああ、なるほど。ああ、完全に。じゃあワンパク YouTube バカみたいな。言いすぎやな。ワンパクは、ワンパクはやばい。ワンパクは言いすぎやな。ガキ言うてるやん。いやいやいや、そういうことじゃなくて、そのワンパク野球少年的な。マジ最低やな。お前最低だな。明日の動画を飲み込んで。バカ。昨日の動画を飲み込んで。いやだから、それで言うとやっぱり、いや吉尾もバカやな、あいつのね。お前だるいもん。マジだるいよ。お前だるい。だから、お前はさっきからガチでバカな人ばっか言ってるし。じゃあ、ゆうたは？なんかないの？お前そんだけ言うんだったら、バカそうな。大物の名前出してみね。あ、今一人浮かんだんだけど、飛んでたな。誰だっけな。あ、思い出した。森山くん。あー、森山くんバカ。森山くんって普通やっぱ賢いイメージあるけど。いや、森山くんはアホやね。いや、まあ喋り方じゃないですか、それは。いや、は。いや、お前さ。お前さ。いや、お前マジなの？じゃあ、お前さっきからマジなの？俺らはさ、森山くん、トミーさん、ヒカキンさん出してるけど、目上の人。全然いじってないからね。え？うん。その後の補足聞いてみ、バカ褒めてるから。今からの言うたの補足聞くよ。言ったの？喋り方やね。俺も俺で悪いけど多分。え、なんかね、普通に周りにめっちゃ優しくて明るい人ってやっぱバカに見えちゃう。それで言ったらじゃあケイスケもじゃない。ケイスケ。ああ。大バカやね。ケイスケ君その周りに優しくて明るいで言ったら結構なバカに入るな。基本的に多分マジで YouTuber 全員バカだよ。うん、全員バカだよね。あの石とかじゃなくて。名だたる人はじゃないと売れてないんだと思うよ。いやでも俺逆に賢いと思うけどな。あ、賢いとこは賢いよ絶対。けどそのバカな一面をうまく見せてるみんな。あ、そうね、うん、なるほど。結構でもそのバカと言われる人はやっぱ全員際立っていい人だね。いや、ほんとそうなんだよ。面白いしね、トゲがないんだよ。そんなユーマから始まる何ゲーム何ゲーム何ゲーム。あー、じゃあほうれん草。いや、むずっ。やば、運転手死亡やん、ほうれん草ゲーム。え、ほうれん草ゲームをやろうとしたの？この状況で？車内で。あ
あ、 あいつ運転で会話1テンポ遅れてんな。ガチ遅れてんね。いや本当になんかやばいね。難しい。ガチやばいわ。ゲーム振ってくる感じとかも。すごい。だからヒューガがもう少しでね原宿つくんで買い物していきたいと思います。はい、ということでね、原宿到着しました。ありがとうございました。ということでね、まあ今から僕ちょっと時計が欲しいんですけど、まあ前ユーマがなんか誰か連れてきたいみたいな言ってたじゃん。もうちょっと連れてきたい人がいる。おお、ユータ。お、俺以外で選ぶの。マジか。え、なにこれ。俺のあっちゃんとユーマでロケ初展開。めっちゃおもろいやん。俺以外で選ぼう。あー、お前もう今日は無理だ。じゃあ選ぶね。選ぼう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 。じゃあユータ以外な。ドキドキ。ユータ。はい、日本語わかんない。カス。俺以外っつってんの。いや、ゆうたが無理だ。お前、時期の前。お前、いけにえ。お前、いけにえ。ゆうたをいけにえに捧げ、俺たち3人を召喚。ね。ね。名前は、名前は、名前は、ブルーアイズ、ヒューガー、アムギリ、ユーマドラゴン。何も考えてないやん。死ねる。ゆうた、おつ。え、でもゆうた連れてくよ。いや、ヤマトとゆうた買いに行くのね。あ、やっぱこの二人だと、やっぱ結構タバコを吸いたがる節があって、結構ちょこちょこやっぱタバコを吸いに行っちゃうでしょ。タバコ吸いに行くのいいんだけど、やっぱ YouTube ってタバコ映せないから、あんま取れ高にならない。はい。あっちゃんがそのタバコはダメみたいな。わかりました。あっちゃんが今回取れ高リーダー。俺考えようとしてたもん。取れ高。キーマンやらせていただきます。えい。何？いやいや。じゃあもう行こうか。同伴。手をつなが。手つなが。男と男や。こことここの距離だけって。手をつないで帰ろうか。マジ知らないんだけど。じゃあ行ってくるね。うん。おい。そこ消したか。いいよもう。もう。お。もう一回来ちゃう。一回来て。一回来て。じゃあバカ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 トリオか。怖いな。殴られるかと思ったね。バカか。もういいだろお前。これやめろ。とりあえず切っちゃおう。いやだからとりあえず切っちゃおうよ。一流かお前。お前一流かお前。全然やな。だって一旦切り替えないと。うん。いなくなったタイミングが切り替え。いなくなりましたけれどもみたいな。あるやん。じゃあやるから出て。とりあえずもう一回切っちゃおう。やれよ。分かった。もうごめんごめん。二回すごいね。リバウンド取れよ。ごめん取るわ。次リバウンド。ごめん。頼むぞ。じゃあ私来た。ということでキーマンです。えいえい、うるさい奴らの目の前にキーマンの登場だぜ。えいよ。よし、オッケー。お前、さっきそれやりたかったんだ。ゆうたとかぶった時、あれやりたかったんだ。だって、えいえいって言ってたもん。俺考えようとしてたもん、それだか。キーマンやらせていただきます。えい。何？あっちゃんで取っとくよ。そうか。お前が強っ。今出せてよかったよ。そうだよ。いい出方だったね。じゃあ次。あ、いい、ほんといいよ。ほんとにユータとヤマト今行ったんで、僕たち3人でロケするってことで初めてですね。そうだね、ロケ初めてか。だから、あの、ユーマとあっちゃんといると俺ってひどく映るからちょっと今日優しく行く。あ、いいね。よっしゃー。今日の俺マジ怒んない。今日ほのぼの行こうよ。まあじゃあリアルに買いに行ったからほんとにもういいよ。次、街中入って俺らの歩きロケバカおもろいから、それちょっと待っててください。じゃあ行きます。次回バカおもろい3人ロケ。最初の方にあった俺が詰められるし、あそことかも感情入ってた。どうした？ちょっと僕あんまりあの切れる演技やらないんですけど、ここは感情込めて思いっきりやったんですけど、本来多分俺が行く方がいい。それはあっちゃんから来てもらうっていうところにミスだ。じゃあそこ見てもらう。予告ちょっと作んなきゃいけないんでお願いします。 OK、 よーい、アクション。めっちゃけんだよ。なんだよ、何してんだよ。おめえが悪いだろ。やめろマジで。ふざけんな。おい、何やってんの。おい、触ってんのおめえだろ。おめえから触ってきてねえけどよ。触ってねえからお前が触った話してんだろ。だから俺から触ってんだよ。首だぞ。首？俺胸だぞ。
違う、あの、クビって会社とかの話だよ。俺はクビになんねえよ。オッケー、こういうことになりました。やはり2人も気持ちが入りすぎて本当に喧嘩するんじゃないかな。僕カメラを回してます、不安に思う。これもやっぱり待っていった綺麗何撮りましたっけ。あとはったのは、まあ、ゆうまさんとアミューさんのジャンケン。あれもそうですね、やっぱ僕たちは企画で男気ジャンケンをよくやるじゃないですか。あれとは別にやっぱ本気の人生かかったジャンケンだったじゃないですか。あれにもやっぱ力入りましたよ。そちらもちょっとメイキングどうぞ。あ、2カット目本気でジャンケンして負けた方絶望迎えて総額いくらみたいな。うん、いや、せーの、最初に行く、うわぁ、なんでだよ、185万、オッケー、バッツリと完璧や、映画や、最高に喜びましたけど、画角からこだわりました。後ろの白壁に完璧にこだわりました。場所を抑えるのに結構お金かかってますからね。100でしたっけ。100です。まあそれで帰ってくるお金も多く、あの予告一本で8000万だった。目を借りてるスタジオ600万ですか。スタジオですかね。野外っぽい見えるかもしれないですけど。これ全部合成ですか。そうなんですね、これ。CG やってて、うちはウィー君が。ちょっと吹いてる風とかも扇風機横で焚いてるみたいな。そうですね、言ってます。さっきのじゃあ飛行機飛んでるみたいなのも演出ですか。あれもそうですね、あの SE 行きますよ。ちょっと後ろの方で聞こえてる人のガヤガヤ声とかも完全に映画から切り取ってます。あれも著作権とかがあるので申請をしなきゃいけないわけです。申請いくらガヤガヤ。あれはですね、2億です。ギリ元取れねえな。エアフライトっていうあの洋画から撮ったのかっていう感じでね、はい、他のトップはアムイリ君がタクシーとか、はい、あとアミリ君がお金をもらったし。じゃあ、あのセットで見てもらいます。はい、ちょっと、これ何のか。これはアムギリがお金を盗んで逃げた。このタクシーに乗ってる。タクシーに乗るじゃん。はい、こい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 。これは普通にね、そのために降ろした。次なんですけど、あっちゃん逃げよう。限界来たみたいな感じでタクシーに乗るかも。で、それカット終わったら俺らも一緒に乗っちゃうから。わかりました。わかりました。アムギリ、アムギリ、おい待って、アムギリ乗っちゃって、乗っちゃって。じゃあ仲いいかも。はい、いきます。じゃあ声を別の作品に。そうそう、やばい。オッケーオッケー。逃げましたよね。ちなみに今のは、今の撮ってきました。素材として、まあ今のシーンとかは結構お金かかりました。アクセサリー代やその場所代、そしてタクシー代、あのタクシー代の420円バカになって、ラボタクシー、あれデロリアンなんですよ。アクセサリーチャーで使ったあれちょっと借りてきました。あれリメイクです。リメイクして、結構綺麗綺麗にさせてもらって、まあ、あの運転手さんなんですけど、あれシュワルツネッカーもろもろかかったね。100兆。素晴らしい本を作って、素晴らしい食べ物を食べて、素晴らしい人たちが見てくれて気持ちいいです。ちょっと嬉しい限りです。用意したのはこれだけです。用意したのはそれだけで僕たちが嬉しい。テラスハウスか。テラスハウスか。ゆっくり。あの、ごつさんということで定食定食ないやん。あの、すごい美味しい。やっぱり店員さんもすごい全員いい人。環境ですね。当然もうヤマトも買ってると思う。ゴールシュー綺麗綺麗よ。何してんの、何してんの。綺麗ちょっと短いって話しますね。短かった短かった。本当はもう長い時はね、長い動画全然長かった。どれだけリーダーのあっちゃんに任せる。いや無理無理無理。本当にいいの。全然大丈夫。いいよ、止めるよ。じゃあもういいよ。はい、止めました。カメラ止めるな。カシャ、何してんだよ。全部ぶっ切れた。何が言いたいんだよ、あなた。さよなら。いいよ、もういいよ。もういいよ。じゃあもう、何を求めてるの。じゃあもういいよ。もう喋んない、これ喋んないね。もう喋んない喋んない、今ということでね。
前綺麗よ、お前ずらんない止めれなかしこなっやれてんだじゃあね、もう切る、もうマジ切る。はい、ということで帰ってまいりました。帰ってきました。まあ僕たち一応初期コンビやらせていただいてますけど、回してきました。うん、なるほど。え、回したんですか？何で時計屋さんにちょっとお願いして、そこのお店のめっちゃ偉い人の娘さんがコムドットの見てくれてて、特別に撮影許可いただいて、まあ、ちょっと時計を買うシーン結構撮った。多分、インスタント今日ボクサーブリック編集抱えてますからね。撮れ高とかじゃなくて、まあ、インサート的な。インサート的なことですか？あれだろ、専門用語みたいなの出すの。まあクリエイターだから、初期コンビ2人でやっぱこの3人のクリエイター入ってよかった。バカクリエイターだって多分今日。え、俺ら以上にクリエイター。完全クリエイティブクリエイティブな思考を出してた3人がでなんですけれども、まあうちの佐藤が、まあ、ちょっと軽く切れてると。おいなんか軽くやで。何したんだ、どうした。見てたでしょ、俺がさっきブチギレてたの。これ撮影回す前にちょっと話してたじゃないですか、うん、ファンの方がこっちに来てくださっていて、差し入れをね渡してくれてたの、うん、ありがとうございますって大和が受け取って、でちょっとそこに置かせてもらってたやん。で、はい撮影しようってなった時に、その袋をいじってるチビが2体いたのよ。ゴータとアムギリ。先に言うのおかしいよね。お前全然クリエイティブちゃうから、ね、ごめんペタごめんなさい。最初からひどかった。お、なんかそういえばおっつぁん。もう気づきゼロみたいな。でチビがどうしたの。ゴーダとアムギリが差し入れの袋をね、こう漁ってたカラスみたいに、こっからこっちを見てたのよ。したらなんかアムギリがこういう立ち回りをしてた。はい隠したんだ。堂々とこうしてたら俺は何も思わなかった、うん、あいつやったぞと。なんかマジでこんな感じで見に行ったの、うん、そしたらあっちゃんがよく飲んでる速攻元気のウィーダータイプのやつを2個片手に持ってリュックの後ろにさ。マジもう気持ち悪い。こいつやばい。ごめんなさい。お前バイラーさんとや。空島や。ジョボビッチ。ジョボビッチ。空島やん。一つ。ここあたり同じだった。バイオハザードやミラジョコビッチやん。空島やん。完全に空島やん。あのニット帽深い。カーマストロムワールドのフランキー。あ、うるさい。お前責められてるって。お前うるさい。でね、もっとキモかったのが、それでさ、お前何それ、お前だけ先に撮ってんの。いやこれは、いやこれはがまずキモいよ。今キモすぎ。みんなでもらったものなのに、まあ、速攻元気あっちゃんのイメージかもしれないけど、勝手に撮るのはおかしいやん。じゃんけんとかで、ね、そう、まあ、それが楽しいからそれをやりたかったっていう怒りもあるし、うん、そしたらこれはもう変文が自立するやばっ。いや、いかなかった。これ本当笑いになってるけど、クソ気持ち悪いよ。気持ち悪いか。お前チビとチビの思考によるよ、うん。ちょっと待って、ハキすごいなお前。ゴータと俺で話してて、あ、ちょこれ撮っちゃいましょう。あ、そうだな、俺も考えてた。あ、待って、お前後輩のせいにして。後輩のせいにしてね。違う、違う、お前その後聞いてない。今とこお前後輩のせいにして。今のもう一回言うと、あ、じゃあこれ撮っちゃいましょう。あ、俺もそれ思ってた。その会話あった。そう。じゃあ今ゴータを売ったってこと。うん、売ってない。いや、売ったよ。共犯にしたよ。売ったよ。共犯にしたよ。お前売ったよ。お前売ったよ。お前売ってるよ。だってお前は今、おい、ここの画角にいるのはお前なわけや。で、お前が責められてるから、とりあえずいいやん、自分が悪けん。そう、とりあえずなんか、ね、2人ですみたいな。ダメだよ、文字こうやって持ってるバギーやん。もうだから人の話って聞いてないの、多分。例えよ、もう。え、ゴタ。はい。なんかないの、お前も一応今、一応証言台に立たされてる。撮っちゃいましょうよって言ったの。言ったのね。で、あんちゃんは何て言ったの。もう何も言わず無言ですっと取って。ええ、はい、お前ほら、あ、お前嘘までついてるやん。え、何も言わず無言で。無言ですよ。で、スッと取って、うん、もうスクリーン。あースクリーンして。俺はゴータを信じたい。俺もゴータを信じて。で、多分その後に思ってたことがあったから今言っただけだ。そうだ。言ってはないんだ。捏造失敗。は？もうちょっと待って、マジうるさい、マジうるさい。これは本当にやば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 い。マジやばい。何だ。死ぬ。アムギリが死ぬ。おのごとき。死んでる。はい。もう本当お前さ、え、マジでやばいぞ。今のも。下りがあったんですか。捏造しようっていう。え、ゴータと話してたの。違う、ユーマと話してた。え、じゃあユーマには先に言ってたの。じゃあユーマがここで耳打ちしてきた。捏造って言え。じゃあ捏造じゃないの。捏造だよ。ちょっと映像を見たらびっくりですよ。ユーマめっちゃ喜んでる。あ、だからユーマ
マのアシストだもんね。捏造失敗は。もうちょっと待って、マジうるさい、マジうるさい。これは本当にうまい、これは本当に。でもやめて、ヤマトがさ、高いもん買った企画なんだ。すいません。ゴータはいいのよ、後輩だから。もうゴータがなんかちょこちょこ撮ったら可愛いけど、やっぱあっちゃんが撮ったら本当ケチに見えるし。別に撮るだけでケチだったらいいんだけど、吐くセリフまでケチやから、お前もう終わりだよ。もうやめよっか、人間。お前、お前、お前、お前マジで重い、攻めづらい今後。邪魔じゃない。お前仲間多いチーム。そういうこと GT ロゴに踏ませるからな、頭。知らねえぞ。めっちゃピンときてない。足の形みたいになったからね、GT ロボの。お前いじられてるよ。つなんかどうだよね。今回の買い物、人生一の買い物になりました。今回多分人一じゃね。お前買い物。ダメだ。マジか。一人で初めて自爆してあひげ触った。やめやめやめ。ゆうたマジおもろい。こういう持ってき方。全国民ゆうたの目で見てて、こいつまたやってる。奪わないで俺の回だから。まあ僕、まあ本日時計買ってきたんですけど、質問コーナーとかで欲しい時計なんですかでこうみんなでこういうの言ってたじゃん。でその時に僕パネライってずっと言ってたんですけど、本当に昔からずっと欲しくて、まあ自分のお父さんがつけてて、もうかっこいいなと思って、で本日その時計を買ってきました。はあ、素晴らしい。夢掴んでるやん。じゃあちょっともう見せますね。こちらですね。石田さんっていう表参道の時計がいっぱいバーって入ってるお店で買ったんですけど、まあ結構よくして当たったよね。ちょっとユーマがだるい。当たったぐらいだから俺も無視して聞いたのに。もう全然かおお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 つく会だ。おお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 おなんだよ、お前。ちょっとブラッシュバックしちゃった。ごめんごめんごめん、ちょっと一回やばい、一週間泣きそうになってる、これやばい。一回待って、マジごめん。これ今、一回待った、一回待った。そうなんで、一回その、行き始めた女の子で止まらんから、一回最後まで行かしたいよ、行き切るっていうのが大事。そう、一回、今ビクビクしてる状態だね、これ大事。何で受けてんのこれ。あ、泣いた。あ、泣いちゃった。泣いた。あ、泣いちゃった。時計が早く出たいって。ヒューガー時計が。なーげえ。2回2回。まあ、2回行く時もあるから。追撃ピストン中ですけどね。しょうがないですよね、これ。あー、気持ちいい。言ってるやん。いけた、いけた。急切って、切った。もう大丈夫だ。いや、大丈夫。誰ツボ入れたの？お前自分で入ってるやん。何で笑ってるのか教えて。俺なの？いやなんか申し訳ないなと思って、こんな出させなくて。ユーマのオフォーツクエとか全部いろいろ今日面白くて、エンディングがやばい。これいやー嬉しいわ、こんなおもろいやつら仕事できて。だるいよ、感動の BGM 流すの。ガチで面白いな。ということで、まあこのねパネライという時計を買ったんですけど、すごいんだけどシャンパンを出していただいて、あ、飲んでないんだけど、時計を買うっていうのは一つのお祝い事なんでっていう風に言ってもらえて、なんかまだしてもらえて、で買ってきましたと。じゃあ開けます。うん、うん、まあ最終回ですから本当にね、夢叶ったって感じ。はい、これ海軍用に作ってた時計だから、めちゃくちゃごつい時計なの。おー、かっこいい。これ家に置いてあるだけでかっこいいな。じゃあ開けます。はい、これですね。僕が買った時計こちらです。僕が買った時計こちらです。はい。おお、大人っぽ。大人っぽ。大人っぽい。大人っぽいよな。マジ大人っぽい。若い人がつけるっていう雰囲気はない。はい、これですね、僕の買った時計。ああ、似合うな。お前商談負けなしやな。まあ実際に時計を買った時の映像があるんで、こちらです。そのサイズがあるんですね。ご購入はもうお祝いですからね。何かの記念。はあ、お祝い事なんで、企画っていうことで。失礼しました。記念にします。ありがとうございます。YouTube 始める前からずっとパネライ、パネライってずっと言って
そうだったんですか。言ってたな、お前雑誌みたいに見てたもんな。ここに買えないように来て、パンフレットみたいなのでもらって帰る。そうだったんですか。まあ、ある意味お祝いかもしれないですね。そうですね。すいません、お待たせいたしました。ありがとうございます。俺これもらってんのおかしな話だけどね。その時計壊れる可能性、これ一切ない。まあ5月25日がね、僕の初時計というか、うん、ずっと夢だった時計が買えた日になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんか、そう値段でね、65万ですからね、僕は。で、今回のこの時計の値段で、いろんな種類があって、最初買おうかなと思ってたやつ、あの値段的に買えなかった。あ、はい、65万より下だったんだけど、せっかくだから、まあいろんな機能とかもついてるいいやつにしようと思って買ったこちらのパネラリの時計のお値段、110万円です。すげえ、110万。うわー、すごまあ、じゃあまず達成と、企画は達成しました。お疲れ様でした。無事ね。でもエピソードなんですけど、うん、実は僕110万円でこの買い物しようとした時に108万円しかなくて、そしたらゆうたくんが今打たすガチかっけ、気前いい、お祝いやんみたいな気分いいから、うん、あ、いい男いんじゃん、うちのチーム。ゆうたくんが宿ってると。110万中の2万でゆうたが宿ってるって言える、お前もいい男や。しばき倒すぞ、お前らみたいな。な。いい男ぞろいやな。つかめねえ、お前らやりたいこと。あんたが一番いい男だよ。えい。あっ。いいですね。短い笑い。ちょっとお前さ、本当にうるさいな。いや、これだけは頼むから悪いと思ってくれ。はい、お前その傾聴の顔全然やめた方がいいですね。ごめんなさい。あお前、お前クソだな、お前クソやろ。頼むから炎上してくんの。頼むから、頼むから炎上してくん。僕属性水なんで一生炎上しません。それめっちゃ煽ってるやん、今のとか。満州の人とか燃やせるもんなら燃やしてみろ。俺は不燃ゴミだぜ。お前ヒロチョみたいやん、西村。一番おもろいよエンディングが。今日エンディングはね、この動画を通して僕の一つの夢が叶いました。ありがとうございました。本当に本当にすごいことだけどね、欲しかった時計が23歳にしてつけれるっていうのを大事にね、使っていきたいと思います。仕事するときはこれつけて。ということでですね、1ヶ月半にわたってやってきたエスカレート買い物、これにて終了です。お疲れ様でした。やっと終わった。お疲れ。またできたらいい。これやっぱ教える方法が実はあって、まあ高評価エンドコメント、こちらしていただけるとすごいありがたいので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もうちょっと200万人なんで、この動画見てくれてる人は多分してくれてると思うんですけど、まあ、周りの友達まだしてない人とかいたら、学校とか、まあ、会社とか LINE とかで、ね、ぜひチャンネル登録お願いして、200万人に力貸していただけたら本当にありがたいです。ぜひよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で、バイビー。